支援をしないと勝てねえのか。33人の打者で奪三振10の自責点1、超やべえな。3打席3安打だよ。俺は主人公俺以外いんのか、ここまでの成績を出せる。本当だよ、ただコントロールがゴミなんだよな。甲子園ってどうなの？あ、試合見るだけなんだ。お疲れ様。お、理事長来たんだ。まあそれは来るか。よかったじゃん。おいや、お前なんか抑え出たね、こっそり。なんかでもアイテムもらったね、今。なんだろう。ああ、クソ体力回復するやつか。急速、いやスタミナだな。そろそろマジでスタミナ上げないとやべえ。いやどこにも行かないのもワンチャンありなんだよな。じゃああれか、関西の公園見に行くか。じゃあよしよし。お、何してんだお前、出るの遅えぞ。メールならない、饒舌ふざけんな。仲良くなろうとしてんな、あいつ。話をすれば金貸してくれ、ハート。C はねえとダメだろ。あー、変化球もいい感じだね。これキレ取れねえかな。キレ取れるんじゃね？あ、来たな。俺の天才的なキレを。伸びはまだだから、回復産地さん、打球反応取った方がいいな。よしよしよし。技術がやってコントロールが C まで上げれなくなったけど、まあありだろう。準々決勝、五稜郭高校初めてだね。やべえやつ来た。なんか眉おかしくねえか。なんかあれだ、マシュメロみたいな目してんな。目っていうか眉か。うるせえなこいつ。熱戦が続き、戦いもベスト8が出揃い、準々決勝へと進んでいきます。南国リゾート学園高校対五稜郭高校。しゃ、負けられねえぞ。準々決勝の模様をお伝えしてまいります。いいね、最速1点取ってんじゃん。南国リゾート同点のピンチを迎えました。ワンアウトランナー2塁という場面で篠田。いいね、今日切れてるよ、変化球。第3球を投げました。フォークボール空振り。神か、キレ。もう一回フォークで。天才だわ。キレやべえな。これはプレッシャーっすね。誰だよお前、急に喋んな。はぁ、はあ、強い。はぁ、あ、見せ場だな。ちょっと待って、なんだそれ。急にでかくなったぞ。第3球はおい、入ってんだろ。いや、これはナイス。大事なとこは締めていく。
まあ出たるかじゃあ。こいつ強えな。先頭バッターピッチャー川島。初球外れ。駆除。え、能力強っ。プロ行けよマジで。決まったストライク。おーい。バント。おいビビってんなおい。え？入ってないよ。追い込んで第4球を投げた。外角低め外れてボール。さあ投球は5球目投げた。おおクソが当てちゃったよ。これでワンアウトランナーはありません。南国リゾート同点のピンチです。ノーアウトランナー2塁という場面。危ねえ。これカットボールだな。インコース。ストレイク振ってくれた。タイミングはありません。投げた。いいね。空振り三振。川島ナイスピッチ。フォークのキレよ。バッターはピッチャー駆除。投げました。打ちました。下手くそ。フラフラっと上がった打球はセカンドフライ。掴みました。これで2アウト。ランナーは2塁変わりません。いいね。第2球。弱小高校にはね負けない。これは投げました。一つは振れよ。投球これから4球目。まだ振らねえのか。でこれでインコースのカーブで終わり。ほら天才よ。ギリギリのところに決まった。また守備か。南国リゾート同点のピンチを迎えました。ワンアウトランナー一塁三塁という場面で。ゲッツー取りてえな。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。ゲッツー取りてえなってさっきからゲッツー全然取ってねえんだよ。外れた。ボール。これは怯えちゃいかん。アウトコースへのバカか。打球はレフトへ。うわー同点かよ。ここで引っ掛けてくんねえかな。投球これから2球目。見送ってストライク。こいつ普通に三振しそうだな。低め際どいボール。さあ4球目。ボール。マジか。意外と前走で。ダメだな前走ダメだ。第6球をインコース臭いとこ。ボール。第7球はフォーク。低めいっぱい。さあここで決める。低めいっぱいに決まった。先ほどツーベースを放っている松尾。何ツーベース打ってんだよ松尾。投げた。変化球ストライク。アウトローへ第3球。インコース低め。でこれで三振。ああ、フォーク打たれた。マジか。天下の宝刀が。松尾ナイスバッティングです。南国リゾート。ちょっとカス当たり。カス当たり。第2球投げた。空振り。タイミング合いません。第3球。インコースのこのカットボールで詰まらせる。ワンボールツーストライク追い込んでいます。え、フォーク打てんのお前天才か。レフトバックホーム。南国リゾートリードを奪われました。やばい流れ。ーお前打つな。ふざけんな。打ち打たれるヒット。やばいボロボロだ。これをかけさらに1点追加。さあこのピンチで迎えるバッターは篠田。ここまで2三振といいところがありません。2三振だろ。3三振目をプレゼントしてやる。おっしゃ、打球反応の強さ。取っといてよかった。打球反応。この回の攻撃はラストバッター。俺が出るしかねえな。先頭バッターピッチャー川島投げました。打った流し打ち。いや惜しいな。アルボー。第2球投げました。打ちました。うわ、なんでそれスライダーじゃねえのかよ。じゃ頼む、点取ってくれや。天才の集まりやろ。ピンチ多くねえか。いや、ゲッツナイス。危険だぞこいつは。インコースカットボール。ダメか。第3球を投げた。アウトコース低めいっぱい。2ヶ月ちょっと頼む、三振してくれ。やばいな。これはこうだな。投げた。見送ってボール。俺はフォークを信じる。それでもマジか、振らねえな。もう慣れてきてんな、フォークに。インコース低めストライク。第2球、2球目ストライク。これで追い込みました。投げた。1球外した。ボール。第4球普通に取りに行くか。ダメか。テンスト。投げました。打ちました。当たりそこない。これはいけるだろう。掴んだ。一塁送球。アウト。スリーアウトチェンジ。二者残塁。いやーマジか。南国リゾート追加点のピンチを迎えました。
ツーアウトランナー2塁という場面で篠田、今日はここまで1点返してるけど、まあ、ここ踏ん張りどころだな。インコース低めいっぱいストライク、これで追い込みました。オッケー、来た。最後はキレのある変化球、頼む。さあここは守備を変えてくるよ。守備変えんな、こっそり。いい、ナイス。俺が交代した後に打線爆発する感じ。来たぞ、ここまで30人だ。いいじゃん、自責3なら OK だよ。負けてもチャンピオンってなんだよ。ここで練習グラウンド、いや知らねえよ、やべ、なんかどうでもいい。お、準決勝か、あ、次決勝か。てか練習できねえんだな。見栄え悪いから球速上げとこう。148キロ。もう取れるもんねえか。行くか、じゃあ。これで決勝だ。ワールド高校。外人みたいなやつ出てきそう。てか来たんだね。あ、お前払ったのか、ちゃんと。君ねさ、うわ、もういいよそういうのマジで。何これ、絶対外人だろ、マキシマム。しゃあ頼むぞお前ら。あ、やべみたいなやついるぞ、あいつ。あれ、ヤーベンディアンスとか言うやつじゃねえの。ヤーベン、なんだあいつ。ヤーベンの方が全然ね、EBBBDC。あれ、こっちのやべはカスじゃねえか。あ、でもそうでもなくね、能力。なんでお前控えなんだ。あ、肩が弱えのか。ちょっと待って、お前、落合みてえなやついるぞ。なんか外人、落合は外人だったのか。振らねえな、当てるね。うわ、マジかよこいつ。うまくねえか。うわ、振れよ。8番バッターの強さじゃねえぞ。アウト。うわ、足速っ。ただ振るだろ。フォーク全然振らねえな、マジで。オッケー、あぶねえ。バーバー、うわー、こっち危険だな。アウトコース、これアウトだろ。ナイス、よしよし、これはもう、あ、でも3塁いんのか。よし、クソボール振ってくれた。来たわ、大事なとこで三振。よし、気合入れてけ、ここで。そうそう、点取ってくれや。アルビン、あの、そんな強くねえな。あ、いいぞ、当てて、どんどん当ててこい。あれか、弱い怒り守るか。ミラージナックル、ふざけたもん投げんじゃねえ。ストレートしか投げんな。やーべえ、お前やべえよりうめえじゃねえか、守備。
こいつ危険なんだよな、めっちゃ当ててくんだよな。オッケー、インコースのカットボール振らねえか。うわやべえなこれ。あーこれ変なとこ投げちゃった。これ1点入んじゃねえか。やべえぞ、こいつ足速えんだよマジ。おかしいだろ。よしよしよし、もう一回インコースで来る。さあ次は何を投げてくるか。外のボール球打った、ファウル。ファウルか、振らないのか。フォークを信じろ。見るね、アルビンだろ。満塁先じゃない、コントロールがなかったんだよ。悪かったな、頼む引っ掛けてくれ。いやうますぎじゃね。おおおいい、なんでサード投げたの。やべえ、2点か。全然取ってくんねえな、アルビン。そうでもねえだろ、お前たちの力そんなもんか。ほらだって GG でも打てるよ。マジで言ってんの。やべと一緒でチャンスに弱いのか。ほんとだよ、ふざけんな。切れる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 。よっしゃ、アウトコース来た。こいつにずっと打たれてんな。ほんとだよ、来た。これはいいだろ。頼むぞマジで。8回の表が終わりまして2対0、マジで点取ってくるぞ。点を許しません。クソか、なんともやりきれない幕切れとなってしまいました。クソ天才ピッチャーが抑えたのにな、2点で。本当だよ、お前にいたやついたわ。なんかあ、そうなんだ、優勝しないとダメなのか。救われなかった。いやいやいや、これは行くだろさすがに。1位はないかもしんないけど、2、3位はあるだろう。ねえのか。あれ結構頑張ったよ。嘘だろ。7位か、オリックス川島。なんかそれ別の選手っぽいな。いや先発だ先発。特にこの後のイベントもねえんだな。いやー危なかった。コントロール C が欲しいんだよな。あとは変化球が取れて 100?148 か。これ伸びだろ。あ、伸び取るともう全部終わっちゃうのか。尻上がり、内角攻め、
いやこれはあれだろう、ジャイロボールって名前かっけえからジャイロボール取るだろう。でも変化球もったいねえよな。変化球上げとくか、やっぱカーブ。ちょっと見栄えいいじゃん、腐った怒り守りみたいで。あと特能取れねえのか。あでも伸び取れんだね。CC 悪くない。これがこれでいいだろう。あれちょっと待って、伸び取れてなくねえか。カーブで違う違う違う、これでこう。なんか微妙だな。めちゃくちゃ足速くなりそう。D まで行くのか。あとはスタミナかな。特能も取れねえだろ。貝またぎ。でも他の適性がないからな、意味なさそう。スタミナだね。あ、他のもんっていうやつがあるのか。強身体を。チームプレー丸。だけかな。パワー G で強身体ってなんだよ。オッケー。これでいいだろう。回復のランクがかなり上がる。4100円しかないから何も買えません。そしてお待ちかねの顔、こいつでいいだろ。川島っぽい。悪くないんじゃね、初めてにしては。あで次遊べるのが五稜郭高校ってとこが。